は実際にコマを持っています。ちょっとコマがこうひっついてるときはちょっと中指でこうずらしてあげると入りやすいので、でも手離しちゃうとこう刺したみたいな感じで言われちゃうんで、ちょっと持ちながらの方がいいんですけど、ここでまず人差し指と薬指で角をこう挟みます。でちょっと浮かせてあげて、今度は中指と親指でこうサンドイッチしてあげます。はい、そして親指を人差し指のこの爪の部分でこう持ち替えてあげて、ちょっとこう上に上げてあげると刺しやすいと思います。そして人差し指の腹の部分でここを玉ですね押さえてあげて、その上からこうパチンとこう中指でこうパチンと刺してあげるとパチンといい音が鳴ります。はい。